はい、こんにちは、ビッグボーイです。ストーカークリアスカイ続きやってきます。え、何、いきなり死亡ログが、え、何、っていうかさ、私ストーカーじゃないはずなんだけど、なんでストーカーって言われてんだ。そう、これ多分モッドの要素だな。ヘリがたまに巡回してくるから気をつけてねっていう。だけどここはこういうエリアだから多分大丈夫っていうか、仲間もみんな逃げたっていうか、なかなか死んでるな、いろんな人たち。あれ待って、ガイドも避難しちゃった。もうどっか行ったと思うけど、とにかく私はコルトンを目指す必要があるんだよ。はい、案内してほしい。お願いだ。また目隠しかよ。はい、スワン、本当に死亡ログ満載。はい、あ、本当に連れてきてもらっただけでガイドはいないんだ。今ここヘリ巡回してっけどね、今隠れれる場所ねえよ。これ撃たれたら詰むけど、まあこんなスナイパーも持ってるわけだし、まあちょっとこれ状態良くないけど慎重に行きますか。え、あ、スタックとかあるんだこれ。ああ、これ状態良くないから、なんかまっすぐ飛んでる気がしない、弾。野営地を防衛しろ。あ、仲間か。え、おお。マジで？とりあえずあそこに何としても行かなければならんけど、ちょっとさ、初っ端から数がやばいからさ、全速力。待って、こっちか。なるべく戦闘を避けようか、あのモンスターたちとは。で、えぐいくらい死んでる。これ仲間な。仲間なあ、ヘリおい、ヘリ。そっか、ヘリからも注意してる必要あったな今。ちょっとヘリ消えんの待ってから行くか。ヘリが巡回してるため動けない。そして仲間の死体が近くにあるってことは、仲間がこっちの方に来たのか何なのか。続々とお亡くなりになってる。あ、オッケー。なんだが、これはね、シャドウ・オブ・チェルノブイリとは比較にならない辛口ゲームかも。ちょっと死体、え、なあ、
ちから来たら大丈夫だ。なんか早くも積んだのかと思ったけど。さあこっちの仲間をね助けてあげたいと思っている。次々死んでるけど、この辺あんまりアノマリーないね。あったわ。危ない危ない。この辺はみんな仲間、仲間。まだ来る？とりあえず大丈夫か。すんげー死んでるけど、遺品をね回収させていただきたいと思います。そのために来ました。これなんだ？タクティカルベスト。これよりいいものなんだ。いいものらしいんだけど装備できないや。あ、これと組み合わせるっていうやつなのかな。そういうわけでもないんだ。500ルーブル安い。この辺の人たちあんまりレアなもん。ああ、サーチしてお金取ってる。悪どい。さすが、悪どい。な、すっげえ死に方してる、これ。テッブレイクしたみたいになってるけど。これなんだ、これ。ジュース、いただき。なんか今、モッドがどうたらこうたら。はい、モッドアイテム。ああ、バンディット、あ、バンディット？バンディットじゃなさそうだけど、バンディットの派閥なのかな、これ。で、死体からお金が出てくるのはありがてえ。え、これ、ここで死んでるのか。あ、なんか、あ、ショットガンか、これも。まあ、これは死体漁ってるだけで結構お金が溜まっていく。ようよう。ほうほうほう。クリアスカイね、この人も。あ、ていうか、いつの間にか派閥がクリアスカイに。結構仕事あるんだね。まあね、結構ストーカーってサブクエストも多いから進めたいんだけど、ストーリーが進まなくなるから、まあほどほどに。で、おお、はいはいはい、声がでけえよ。オスローグ、はいはい。そう、この人が案内経路。何、距離で報酬請求するぜって。あんたはタクシーか。いやでも別にクリアスカイ基地に戻りたいわけじゃないんだけど。そうそうそう、まだこの辺を。どうしたどうしたどうした。まだ別のところをね確保しないと。次向こうだ。仲間が迎え始めた。ちゃんとね頻繁にセーブしないとな。さあ、あんたたちもね、もしも死んだ時は遺品回収しますから。あの上の方にいるのって仲間なのか？なんだなんだなんだ。え、突然のアノマリー。これちょっとダッシュで通り抜けないと。あ、あれ敵か。これね、状態が悪いせいかすげえね、
弾道が変化してる気がする。なんかあの人ダンスしてる。すごいよね。全然違う方向に飛んでってる。おっとっとっと。おお、乗り越えてく。ああ、玉詰まり。なんてことだ。止まれ止まれ。この武器状態が良くないんだ。マジで状態良くないんじゃないこれ。すげえとこ飛んでるよこれ。これ近づいて倒さないとどうにもならん。だけどこれ近づ、いやー、仲間が全滅してる。ちょっと応援を応援を。ちょっとそこに敵が。てかこの人ちょっとアイコンが違う。なんかいいもの。あ、これちょっと欲しい。750ルーブル、高え。バイバイ。この人たちみんなショットガンだけど勝ち目ねえよあれ。どうしようかな。なんかせめてアサルトライフルとか。何も持ってねえじゃんあんた。ゴリ押ししたいところだけど、ゴリ押しは死なんだよな。このショットガンはちょっと、ショットガンじゃない、スナイパーは、かなりひどい。だってここに行くんだぜ、ここに撃ってんのに。なんでだよ。息止めるとかもないしな、別に。弾詰まり起こすし。ダメだ、おりゃ。なんかね、ストーカーっぽくない BGM が流れるのはモッドのせいなのかな。いやー、障害物がね。なんとか突破しないといけないな、この監視塔を。仲間みんな死んでるし。いや、ちょっとこれはご了承しよう。そんな硬くはないね。リロードして、オッケー、オッケー。意外といける。もうちょっと近づかんとな。なんか変なモンスターがいた。あれ倒れた。オッケー、まだ上にいなかったっけ。ハロー。オッケー、ゲッタンしてる。あっちにもいるのか。ひでえってことだな、ここ。こういうところ、上行ったらなんかないかな。ん？ランチャー？ロケットランチャーじゃない、スコープだ、これ。でもさ、これ、スコープ、つかないっていうか、まあ、これスコープついてるしな。このスナイパー状態最悪や。いや、続々と仲間は死んでるし、まずいな。あれ誰、あれ襲われてる。仲間倒せるか。倒せなさそうに。倒せた、すごい。気持ち悪い、目ん玉でけえ。とりあえず仲間の遺品回収しておきますか。遺品というかお金をよこせ。
武器はいらない。あれでもこれ違う武器だ。違う武器か。いや同じ武器だわ。誰、あんまりこの辺の人たちアイテム持ってない系か。おっと AKS 拾う武器みんな状態良くない。しかも弾ないんか。ちもこの辺でみんなやられてる。それはねショットガンで万歳突撃なんてしちゃったらね。わあいいアーマーだけどな。お金持ってないし。よし、この辺も制圧しに行くか。勝手にさこっち向かっちゃってるけど、仲間が向かってんなら境界制圧に行こう。割とガンガン進むけどこういう人たちすぐに死ぬからね。アノーマリーがなさそうだ。敵を排除せよ。高所にいなければなんとかなる。おお。すげえ、みんなショットガンだ。ハンドガンとか持ってみようか。ちょ、仲間、ぶつかんないでくれ。あ、相手もショットガンか、これ。グレネード。あれ、グレネードじゃなかったのか、今の。これは仲間と一緒に行かないと、ほんとすぐ死ぬな。痛い。あ、スナイパー持ってる仲間。痛い。普通にいて。あ、まだいる。っていうかね、医療キットがないから包帯頼みになっちゃう。ってかまだめっちゃ撃たれてる。まずい、出血してる。これは難易度高いな。やばい、包帯使いすぎた。これこれは死ですな。さてそんなこんなでなんかちょっと録画の調子が悪くて映像切れてたみたいなんで、装備とあと持ち物をある程度潤いを持たせるために一回お金を貯めてクリアスカイ基地に戻ったりして、特にこれ包帯めっちゃ大事だってことが分かったから出血時にすぐ使えるようにたくさん買って、この辺もねフィールドに落ちてたり敵から拾えたりするからちゃんと見ていこう。でそうだ、いつの間にかアーティファクトが手に入ってたからだいぶ価値あるけど放射線予防になる少し。でタスクキャンセルがしょっちゅう左下に出てんだけど、そして仲間もすげえ死んでるし、でねキャンセルされながらも続々とクエストが増えたりしてるって感じ。まあ、とにかく敵を倒せばいいんだ。でここはとりあえず制圧できたんで、ここもうなんだろう、これ死体マーク説明をここから出せて、とにかくやばそう。行ってみよう。これはね、シャドウ・オブ・チェルノブイリと同じような感じでやってたらもう死だわ。かなり難易度高い。食事とかもね、前作普通にしてたけど、そんなに神経
尖らせて食事する、あと飲み物飲むとか気にしている必要なかったからな。ここから先だ。わわわわ、ファイヤーアノマリーが暴れてるけど、共に攻めましょう。まあ仲間は死んだら死んだで遺品は回収します。まだいる？っていうかまあ仲間はね、いくら死んでもね、蘇るっていうか、次から次へと来るから大丈夫。何が大丈夫だか。ああ、あそこにいる。ちょっと放射能があれだ。これ別の侵入口、こっちか。なんか今投げてなかった？あ、また新しいタスクだ。この仲間と一緒に攻めてみるか。スナイパーをね、修理してみたんだけど、どうだろうな。あそこにいる。修理して精度上がってるかな。弾入ってなかった。ちょっとダメージ受けたな。お、やっとスナイパーになったか、これ。よし。え、でもあの敵固くね。嘘でしょ。何発被弾してんの。よし。あ、で、本当にね、ほんのちょっとの被弾で出血するんだな、これ。アーマーの問題かもしんない。止まってくれ。それでなくてもこのスナイパー精度悪いから止まってくんないと。さらにしゃがめば。待て待て、出血した。また、あ、仲間来た。ちょっと仲間に先行していただこう。いて、ちょっと下がる。これは一人狼じゃいかないな。仲間のこのショットガンもどうかと思うけどな。